とりあえず一旦チャンネル登録しよう。はい、どうも皆さんこんにちは、コスケです。今日やっていきたいことはですね、リクエストされたんですけれども、大きくなれでね、大きくなった野菜まああるんですけど、用意したんですけど、これに小さくなれをかけると小さくなるんですかっていうね、もう俺もね興味があったんでね、やっていこうかと思います。まあ、早速ね、一巻き目でしっかりね枯れないようにね、水もあげていきたいと思います。でまあ俺の予想ではさすがに大きくはならないんじゃね、あ、ちっちゃくはねならないんじゃないかなって思うけど、ちょっと何回か巻いていこうか。さすがにね大きくなった状態っていうのはね、すぐちっちゃくなるのはねおかしいと思うから。3日目、あ、これ3日目でちっちゃくならんかったらちょっとならん気がしてきたら、あ、ならなさそう、めっちゃならなさそうだぞ。ちょ、小さくなる全部巻こう。ちょ、これで小さくならんかったらもう小さくならないだね。今回ね、しょうもない、しょうもない動画なんだけど、ちょ、マジでこれ気になるよね。間違えて大きく してしまったやつをね、こうちっちゃくできるっていうのは。あ、これ無理だな。ならんな、これ。ちょ、もう、これラスト、これラストの日にしよう。はい。結果ね、小さくなれず、小さくなりませんでした。さよなら。